法、森保監督が考える攻撃の中心選手3か条、コデ。このところで負けたというのは逃げだと思う。ブラックの標語みたいなんだ。これ監督いらなくね。最後に勝敗を沸かすのは結局この力っていうんなら、それはその通りだと思うけどね。戦時中の根性論と大差ないんだ。冨安と板倉にハイボール処理までさせたザイオンのこの低さには目をつぶる矛盾。前線の小頼みのサッカーしたいならドン引き守備でカウンターだけ狙っとけよ。4バックでライン上げて戦うならポゼッションで崩しきるにも、ハイプレスからショートカウンターするにも連携は必須だろ。森保は試合中ベンチでワイヤレスイヤホンでテレビ中継聞いていればいいんだ。現代サッカーでこれやれる選手いねえだろ。10年前くらいで思考停止してんのかよ。